俺は散らかぜー。イエーイイエーイ、俺は散らかぜー。新年明けましておめでとうございます。ティラと申します。ちょっと年末動画は撮れなかったんだけど、まあ新年のね動画だけ撮ろうかなという次第で今撮っています。はい、今年はね何年でしょうか。皆さんにちょっとクイズを出そうと思うんだけど、シンキングタイムをね5秒あげます。皆さん何年ですか？ 5 4 3 2 1。ということで、そう、猿年行きね。今年は猿年行き。一体私は何をしているのかって言いますと、まあこの動画は多分600万再生ぐらいいくかもしれんな。こちら、去年買った3000円の猿の着ぐるみです。割と本格派。割と本格派の猿の着ぐるみです。みんな見てるんですか？ウッキーチャンネル、ウッキーなんだそれ、俺はティラだぜ。いや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 、なんでそれ、俺はティラウキ、俺はティラウキよ。どういうこと？猿の着ぐるみですね。尻尾も生えてたりとか割とね本格的なお猿さんの着ぐるみです今後ねなんか実写動画とかあった時にねもうこれを着てやっていこうと思います。一つやっぱりね何度でも思うんですけど、チャンネル登録者2600人のすることではない。そしてですね、こちら、以前の水道から変わった点として、このように、シャワーノズルがつきました。よかったねー。いやー、まあ、普通の水道よりね、こっちの方が、まあ、水道代とかもいいし、シャワーの方が使いやすいっていうこともあって、ずっと探してたんですよね。はい。だから、シャワーノズルつけたことによってね、まあ、洗い物とかがね、ちょっとやりやすくなったなっていう面はあります。で、もう一つ見せたいものがあるんですよ。このお風呂場なんですけど、シャワーノズルを僕求めてたんです。で、一つ間違った製品を買ってしまいまして、それがですね、これよな。何これこちらはですね、シャワーノズル、1000円ぐらいした、浄水器。こちら浄水器です。もう一度言います。お風呂の水道に浄水器がついてるんですね。だから出るよ。よいしょ。ほら。ほらほら。誰が健康なさ、水でお風呂入れって言った？お風呂場は割と綺麗だね。こうしてみるとね。お風呂場はもう最低限のもんしか置いてないから割と綺麗だよ。で、お風呂のためのものとか、うん、入ってる感じですね。ちょ、待って。鏡に反射してる自分さ、今まじまじと見てるんだけどさ、ダサい。なんで浄水器でお風呂入れたの浄水器でお風呂入れたなぁ、俺。やったなぁ。ほら、見て。何してんだろう、俺。今年の抱負はね、嫌いなものを、できる限り、嫌いのままじゃなくって、普通に戻せるように、努力していくっていう抱負でいきたいと思います。これどういうことかっていうと、まあ、今まで、まあ、昨年ですか？もう、昨年だね。昨年はね、嫌いなものを放置してることが非常に多かった。うん。放置したりとか、嫌いなものに対してもうね、もう、言葉ね、選ばずバンバンバンっていう。もうそれがティラさんなんだけど、うん、黒ブレしかり、黒ブレしかりね、仕事しかりね、本当に多かったわけですよ。はい。だから、嫌いなものを嫌いっていうだけじゃなく、まあね、普通になれるようなね、試みをしていこうかなというのが今回の目標です。嫌なものは嫌やけど、まあ、できる限りね、やっぱ、仲良くいたいじゃないみんなと。なんで、今回はね、今度からね、この猿の着ぐるみとかを着てね、配信する日もあるかもしんないウキ。あるかもしんないウキ。あんのかな実写で生配信するとき。実写生配信とかもう事故だろ、完全に。これ事故だろ。まあね、なんだかんだで黒ブレもね、ずっと やり続けてますよ。こういう風にね、一軍カードがいっぱいある感じで、もうやり続けてます。まあ、ドラゴンクエストが好きっていうのはね、マジででかいからね。そうじゃなきゃやってないね。ほら、こういう発言が出てくるんですよ。まあね、短いながらの動画ですけどね、これにて新年の挨拶をね、終了したいと思います。今年は猿年。ね、今年はティザル年。よろしくお願いします、ウキ。ウキウキー